2つ目のキーワードこちらです。じゃんじゃじゃん、食育として伝えたい。はい、これ私字間違ってませんよ。はい、久保田さんに言われた通り書きました。これどういうことでしょうか。はい、これは、うん、植物をこの育てるっていうことに、うん、これは人のを育てるってことと同じだなっていうのに最近気づきまして、はい、そのちゃんとした土壌に根を張って芽を出して成長して花を咲かせるっていうのは人間の人生だなと思います。それをこう伝えていきたいなっていうのを改めて最近思いまして、その育てる喜びとか育てることによって癒されるとか、いろいろこう自分の成長を築くみたいなことを伝えていきたい、ワークショップとして何かやっていけたらいいなっていうのが最近思いまして、それを今いろいろ練ってるところです、うん、さっき出てきてなかったですけど、なんかその園芸の方のお仕事もちょっと手伝ってた時期があって、はい、私も友達に聞いたことあるけど、あれあれでしょ、その土運んで、そうなんです、一輪車で土をとりあえずも行ったりして、そうそうそう、結構だから体力仕事なんだよね。そうですね、土方ですね、本当に園芸ってね、はい、そうらしいんですよ。そうなんです、もう腰悪くしちゃう、腰悪くしちゃうぐらいもうすごい肉体労働が続くんだけど、でも楽しかった。いや本当楽しくて、汗だくでも1ヶ月で5キロぐらい一気に痩せぐらいのハードワークなんですけど、うん、朝からそれも晩まで毎日 週6ぐらいのハードワークだったんですけど、まあ楽しかったですね。楽しかった。なんならもう将来それも商売にしたいなと思うぐらい本当に楽しかったんですって、はい、でその、仕事の中でこの食育というものを思うようになった。今子ども子育てのワークショップなんかこれ後ほど出てきますけども、子育て中のお母さんなんかにもそういう話をよくするらしいんですけれども、そうですか、植物を育てるっていうのと、まあ、子育て人育てっていうのは似てるんですか。はい、うん、そのやっぱりちゃんと根を張ってないと、うん、植物も芽を出したとしても弱いものになってしまったりとか、やっぱりその植物にも剪定っていうのが必ず必要なんですけども、ね、うん、余計な枝をちゃんと適切にカットしないといい枝が出てこなかったりとか、深いね、そう植物を育てるっていうのは本当深いので、そういうところをこう皆さんにも人生とこう例えつつ伝えていけたらいいなって思って、うちの子なかなかよそのことみんなできるあれができないのよとかって言うと、うん、あ今ちょっと根を張る時期でなんじゃないんですか、うん、とか、やっぱりなんだろう、土とか光とかそんな話になるんですかね、はい、例えば水、あなたにとって必要な水とかは何ですかみたいなのを皆さんにこう考えてもらって、ああ自分にとってこう水はこう例えば誰々だとか自分にとって仕事だとか、そういうのに気づいてもらって、それをこう自分を育てるために必要なもの、どんなものをどうしていったらいいかっていうのは絶対植物も人も一緒だなと思って、それを伝えていけたらいいと思います。なるほどね、はい、私これ食育ってついなんか食べる方の食育と思っちゃうから、その 子供向けなイメージだったけど、大人もそうなんですね。そうですね、もう子供だけじゃなくてやっぱ大人も成長は絶対していくじゃないですか、だからそれを、皆さんに子供だけじゃなくても、一緒に来たお母さんにも気づいていただけたらいいなと思って、こうぜひ子育てママワークショップでこのテーマをすごい今後推していきたいと思ってますんで。なるほど。よくほら最近で言ったら大きな道路の縁石のところのお花をね、はい、最初はみんなで育てる、種まいたりこうポット植えたりするんだけど、はい、その管理はその地域の 方たちがその雑草を取ったり水やったりっていうのはそこの目の前の人が管理をするみたいなことで、はい、うん、花いっぱい運動みたいのずいぶん札幌市内でもねできてきてるじゃないですか、はい、それももう一つその食育の考えも入れて、はい、植えるところからもイベント的にやっちゃって、うん、はい、でそれを今度本当子どもたちが地域のお父さんお母さんがみんな進んで育てたくなるような物語がつくと、うん、はい、もっともっとなんか、あ、なんか枯れそうだから水やるっていうんじゃなくって、うん、やっぱりその成長を楽しむような、うん、そういうような思いで花いっぱい運動も広まると楽しいんじゃないかなと思いました、はい、うん、それをやっぱ皆さんで、うん、そういう花がある、なんかみんなで花を育てていけるような、うんうん、自分も育つようなまちづくり、うんうんうん、をしていきたい。植えるところからやりたい、た種まくとか耕すところからやるか、そうですね、うん、ちゃんと本当自分で土壌を作るところからやっぱやった方が、うん、
愛着も違うじゃないですか。やっぱり子供育てるのと同じぐらい植物も愛して育てていただけたら自分も絶対育つと思うんですよ。心が育つっていうか、これを広めたいらしい食育、はい、これです。はい、これをやりたいです。はい、ぜひ、注目していただきたいと思います。さあ、そんなね、お花とアートがもう絶対私の人生のテーマだとおっしゃるんですけれども、その中でもお花ジャンルですね、はい、こちらのお話にしていきたいと思います。3つ目のキーワードこちらです。じゃん。